じじはいどうも掛け軸の野村です、えー、今回は掛け軸のサイズについてお話しさせていただきます。ということで、えー、掛け軸のサイズなんですけどもね結構ねお客様からこれを聞かれることが多くてですね、えー、掛け軸って、まあ、いろんなサイズがあるんですけどもあのそのサイズ表記がねと分かりづらいっていうのに、ねえー、よく言われるんですね、えーまあ、掛け軸持たたれている方だったらね。えー まあ、もしかしたらねあの感じてることはあるかなと思うんですけどこれ、まあ、あのうちの標準的な掛け軸なんですけども在庫なんですけども、まあ、お客さんが持たれてるのも大体こんな感じで,で、えー、掛け軸切り箱に入ってて「多頭紙っていうこういう紙の、えー、箱に入ってここに大体シールが入ってるんですねでここのシールにあの画題とか、えー、作者名とかが書いてることが多いんですけどもその一番大体左ぐらいですねシールの一番左に寸法、まあ、もしくはサイズっていう欄があるんですけど もここに書いてるのがね。これ分かりますかね？見えますかね？よこれね。ここ尺5って書いてるんですよね。 でえー、これ「尺五」っていう場合もあれば「尺八」っていう表記もあったりもしくは「大福」とか「半節」とかいろいろあるんですけども「えー、これ尺五」って一体どこを表してんのって何を意味してんのって何か分かりそうで分かりづらいじゃないですか「五」ってあるから数字があるからで、ね、んとなくどっかの数字「あまあ尺五」「尺五」「うんうんうん」みたいな感じになりそうなんですけどもこれ実際どこの寸法でどれぐらいのサイズのことを言ってるんですかって言われるといやーちょっと分からへんなみたいな感じのことが多いんですよ。 今回の動画をご覧になっていただければ掛け軸の寸法に関する疑問っていうのがある程度は解消されるかなと思いますので是非、えー、最後までご覧になっていただければなと思いますそれでは早速いってみましょうはいそれでは掛け軸のサイズについてなんですけども掛け軸のサイズっていうのは作品の寸法によって分類が分かれていきますこれ作品の寸法っていうとねこれちょっと誤解を生むことがあるのでちょっとこちらの図をご覧ください このねえー、作品寸法我々掛け軸屋からして作品寸法っていうのは絵、えー、と,とか小が書いてるところね、えー、この赤のところを作品寸法といいますここの寸法によって、えー、掛け軸のサイズ分類っていうのは変わってきます。 我々この作品のことをまくりって言ったり本紙って言ったりするんですけども、えー、その寸法によって変わっていくんですけどもその、えー、本紙の周りに生地がありますよねぐるりにありますよね、えー、これを記事寸法といいます、まあ、掛け軸全体の大きさですねだから作品掛け軸っていうのは作品寸法まくりの寸法と えー、この掛け軸の生地寸法全体の寸法っていうのがあるっていうのを、まあえー、理解しておいてもらえたらなと思いますで大きさっていうのはまくりの寸法作品寸法によって、えー、分類されますで、えー、この作品寸法なんですけれども、えー、まず横の寸法横幅によっての分類っていうのを見ていきたいなと思います、えー、それが、えー、こちらです まあ、いろいろあるんですけどもね、大、え、体、ー、いい4つぐらい覚えておいてもらったら分かりやすいかなと思います。4つ覚えておいたらまあまあ問題ないですわ。えっ、ー、と、一番標準的なのが尺五寸法っていうですね、えー、尺五という寸法が、えー、一番標準になります。これが何かというのは後で説明します。で、えー、それ以りがちょっと大きいよっていうのが尺八で、えー、それよりもさらに大きいよっていうのが大福で、こっちに、えー、と図で言うと右側になっていくに従って大きくなります。 で尺、えー、語よりかちっちゃいものっていうので定寸っていうのがありますそれが半、えー、節といいますこの4つがまあ,あ,るある一定の寸法定寸と言われるものなのでこれ,をどうこれがどういったものかっていうのを理解すれば、えーまあ、ある程度寸法のことが分かるかなと思いますで、えー、この尺語っていうことなんですけどもこれねあの略されてるんですよ実は一尺五寸の略なんですね尺、えー、語っていうのは一尺五寸尺八っていうのは一尺八寸 っていう、まあ、略なんですよ。で、まあ、掛け軸って言うと、尺貫法。尺貫、まあ、法でた <laughs> そ,そんなビビらない、ビビらない。<laughs> あの、難しくないから、大丈夫、大丈夫、大丈夫。その難しく言わないから。えー、っと、今やったらね、みんな、さ長さとか大きさって言うと、センチメートルとかね、メーターとか、えー、ミリメートルとかね、そういう風なんで表しますけども、昔はちゃうかったんですよ。日本の昔はね、尺、え、貫、ー、法っていうもので大きさを測っとったんですよ。そんな難しく、難しくないか、大丈夫、大丈夫。慣れるから、慣れるから。 えっと、で尺、間、方なんで、尺っていうのが長さですね。で、間っていうのが重さなんですよ。で、まあ、け軸の場合は重さはあんま関係ないんで、尺、長さの方を、えー、使います。で、まあ、 何尺何寸何部っていうふうな、えー、使い方で、えー、この尺,尺の1尺っていうのが3 0ンチぐらいを思って思ってください。で1寸が3センチとまあそれぐらいで覚えておいてもらうとざ,ざっくりでいいからざっくりで覚えてこんな感じってフワーと覚えておいてください。大体こんな感じに掛け軸っていうの尺使うねんなって覚えてください。 で、えー、尺五というのは一尺五寸っていうことなんですね。でこの尺五っていうのは、えー、掛け軸の作品の横幅、まくりの横幅、まくりねまくりあの生地の寸法じゃなくてまくりの横幅を、えー、表します。ここが尺一尺五寸だよっていうことなんですね。で一尺五寸っていうのはだいたい 45.4ぐらいかな4 5ンチぐらい、えー、まあ大体30かけただい大体30ぐらいかけるってことで一尺5寸に30かけたら、えー、45になるねっていうことで大体4 5ンチぐらいが尺五サイズだよっていうこと。 でえー、こう尺五尺五言うてますけどもね実際はちょっとだけ短いと思います一尺四寸ぐらいになってると思いますあの実際の掛け軸を見てみるとね、えー、まあこう掛け軸これ例えば開けてみて幕尻の横まあ尺の,あの定規とかがあったら測ってみたら多分ね一尺四寸ぐらいになっているので4 2ンチぐらいになってると思いますこれんでかというと絵描く時の寸法っていうのは一横幅一尺五寸なんですけれどもあの掛け軸表具するときにあの直角出さなあかんのでそのためにあのちょっと その分だけちょっと短くなるのでだいたい1尺4寸ぐらいになると思いますで、えー、生地を2寸2寸ぐらい足して1尺8寸が生地幅になってで軸先が1寸1寸ぐらいになるので合計2尺ぐらいの、えー、寸法が、えー、掛け軸の全体の寸法尺号の全体の寸法になります。 わ <laughs> からないよね。わからん。今、バーって言ったけど、わからないよね。<laughs> まあここ覚えねえと思いますわ、まあ。あの、業者間の大体話になってくるので。えー、まあ、覚えといてほしいのは、え尺、ー、語っていうのは、えー、作品の横幅が一尺五寸だよ。大体一尺五寸ぐらいあるんだよっていうことだけ覚えといてくれたらいいと思います。 で次が尺八サイズなんですけども、えー、これが先、えー、言いましたね1尺八寸あるということなので大体、えー、いい5 4 5ンチぐらいかなあかけてもだい五十5 4ンチぐらい、まあ、それぐらいの寸法が尺八ですよと。 まあ別にこれもねあんまり実際何センチっていうのを覚えるよりもあの尺号が尺号っていうのが一番スタンダードな大きさなんですね崖軸扱う業界のものとしてはそれよりもちょっと大きいなっていうのが尺八だとまあ覚えてもらったらいいんじゃないかなと思います、まあ見た目でパッと見てねあさり尺八ぐらいなんだって尺六とか尺七ってあんま見たことないんであん,あんま一般的じゃないんで大体尺五が尺八サイズなんでね。 えー、で尺五を覚えといたらそれがでちょっと大きいなぐらいやったら「あ尺八やねんな」ってなんとなくあ当たりがつくのでね、えー、そういうふうに覚えておいてもらったらいいかなと思います。で尺八よりか大きいサイズっていうのを我々の中ではもう大福とくく、えー、るようにしてます。これもね細かく言えばいっぱいあるんですよ「二尺二尺」とかね、えー「尺八の次やから二尺」というふうにここだけなんでか、えー、二尺なんですよね略しようがないから二尺になったりね「えー、二尺五寸」とかいうふうにしてあ表記をしていったりするんですけど もう言いい出したないんで我々はだから大福って言ったら、えー、尺八よりか大きいビッグサイズやねんなということを覚えてもらったいですで、えー、尺五よりかちっちゃいものもいろいろあるんですよ尺四とか尺三とか言ってた気がないんですけどもそれらは置いといて定、えー、寸サイズっていうのがありますそれが半節になります半節っていうのは横幅が一尺一寸五分ぐらいの寸法になりますね 4とか5とかそれぐらいのセンスなのかが35センチぐらいまあ、ちょっと細幅だなみたいな感じですこれも一応書道の提出のサイズなのでだいたい反節尺5尺8大福というふうな分類で覚えてもらったらいいかなと思いますでまあ尺が一番スタンダードサイズで、えー、尺8っていうのはまぁちょっとラージサイズみたいなイメージラージサイズね大福っていうのは x ラージみたいなイメージ で半節、えー、っていうのは、えー、スモールサイズみたいなそういう風なイメージで、えー、この横幅によって寸法掛け軸の寸法の呼び名っていうのは変わるんですよっていうことを覚えておいてもらえたらなと思います。でこの横幅なんですけども、えー、この作品の、まあ、本紙のサイズ尺五尺八対応とかのサイズに合わせて、えー、生地の部分の大きさっていうのは、えーはい、あのちょうどいいぐらいに掛け軸屋がちょうど扱いやすいような大きさで、えー、配されて、えー、取り付けられていきます。なので だいたいね、えー、と生地付けられた尺語で言ったら1尺8寸が生地寸法になると思います、えー、尺語に、えー、まあ尺語でやるんですけどもカットされて尺1尺4寸ぐらいの大きさが本サイズで、えー、柱がだいたい2寸2寸ぐらい取るんですねなので、えー、1尺4寸に2寸2寸足して1尺8寸になるとで、えー、軸先っていうのがだいたい1寸1寸プラスされて、えー、合計 釈語の横幅の全長というのは二、えー、尺になりますだいたい。あ、切り箱で我々は二尺二尺と二尺あの二尺の切り箱っていうとあ、尺号用の切り箱やねんなっていうふうな理解をするんですけれども、あのまあ、ここまであ別に覚えていいかなと思います。あの業者でまやり取りする時の、えー、専門用語的なことなので、まあ、予備知識ぐらいでね、えー、覚えておいてもらったらなと思います。 でちなみに言うと尺八っていうのは、えー、カットすると大体1尺7寸ぐらいの、えー、横幅になってで柱っていうのはちょっとね尺五よりか大きいので柱サイズも2寸五分ぐらいの大きさを取るので1尺7寸に2、えー、寸五分2寸五分を足してだから170足す2525みたいな感じにしたら、えー、横幅生地寸法っていうのは2尺2寸になるんですよね。220 で軸先が一寸一寸ぐらいなので二、えー、尺四寸っていう形が、えー、尺八の全長になります。横幅の全長になりますなのでまあだいたいで、ね、ももう掛け軸やとしてはだいたい頭にインプットされてるのは、えー、尺の切り箱で言うと二尺 で尺八の切り箱で言ったら二尺四寸これも,もうこの二つだけもびっしり頭に最初に掛け軸業界に入ってまず覚えなあかんかった寸法というのはこの二つですね尺五の切り箱は二尺で尺八の切り箱は二尺四寸もうこれずっと二寸問のように捉えて覚えるみたいなね <laughs> 慣れたらね早いですけどね慣れるまである寿文のようにひたすらもうとりあえず理解するしかないみたいな感じで覚えましたね <laughs> では、まあ、僕も覚えた後あの僕から後に妻が入社してきたんです十年ぐらい経ってからかな まあ、妻が入社してきた時もあのやっぱ同じとこでつまずいてましたっ、ねえー、と尺号って何や尺八って何やったっけえっ、ー、と、えー、ちょ待って待って待って尺号は、えー、とまくりの寸法が一尺五寸を尺号って言って えーとそれに2寸2寸足して、えー、でえっ、ー、とあれみたいな <laughs> そんな感じになってましたねどことどこを足して2尺になるやったけどここ最初にくすまずくとこなんですけどこれはあの業者のこと業者の人だけが覚えといたらいいと思いますあの普通の一般の人は覚えなくていいと思いますはい で次が縦の分類ですね今までは掛け軸の寸法横幅によっての寸法分類分けっていうのを見てきましたけども、えー、次は縦の長さによっての、えー、分類分けっていうのがありますのでそちらを見ていきましょう、えーまあ、掛け軸っていうと大体ね昔はあの縦長のものが標準やったんですね床、まあの間って大体縦長じゃないですか、まあ、縦長というか高さあるじゃないですかでそこにちゃんとオーソドックスにあの不自然なく収めようと思う掛け軸っていったらやっぱり縦長になるんですね。 なので、えー、こう、尺語って表記されてるんですけども、これね、切り箱で尺語って表記されてるんですけど、これ正式にはね、尺語を縦って言ったりするんですね。建物とかいうふうな感じで、えー、長物とも言ったりするんですけども、えー、と、長いものを建物、もしくは長物というふうに、えー、呼びます。逆に横に長いものを、えー、横物と言います。で、大体こう、建物、長物の、えー、高さっていうのは、 三尺五寸から3尺5寸,のの寸か4尺5寸ぐらいの長さだったら、えー、それに生地をバランスよく取り合わせていったら大体床の間に置いた時に綺麗に下にもつかないしちょうどいいぐらいの間隔で開くねっていうふうな、えー、寸法に仕立て上がるような長さが3尺5寸か4尺5寸ぐらいです。 だいたいみんなこれの大きさに書くのが普通ですね。で、それで仕立ててみただいたい190センチぐらい。180か190センチぐらいの総丈で仕上がるんですよ。そうすると、床の間に飾ると綺麗に収まりがいいねっていうぐらい寸法になります。まあ、もちろん、あの、4尺、もちろん4尺、5寸よりもっと大きい5尺とか6尺とかなっていっても、あの。 生地のこのつく上上下に作って地の寸法をちょっとちっちゃくするなりなんか削っていけばまあ綺麗に所々に収まるかなというのはあるんですけどもあんまり削りすぎるとねちょっと見た目バランスが悪いのでちょうどやっぱ見た目綺麗にバランス取れていいなっていうふうな仕立てができるのは3尺5寸か4尺5寸ぐらいの間じゃないかなと思います。それよりもちょっと短くなっていくと宗竹もちょっと短くなるかなっていうイメージですね。どどんどん,どん,どん短くしてってっ、えー 横の長さが縦よりも長くなったら要するに、えー、歩いてるところで長方あ正方形になるじゃないですかこう短くしていくと、えー、縦長やったのが短くなっていくと正方形になってそれよりもちょっと短くなったらここから横物スタートみたいな感じですねただ横物っていうのは横に長いものが、まあ、横物になりますよまた、あ、よく竹の短い掛け軸っていうんですけども、えー、そういったものが横物となります。 で横物をそのまま飾ると床、えー、の間に飾ると下がめっちゃスカスカになるので、えー、高さを調節する金具っていうのがありますよっていう動画を、えー、以前作りました「自在がけ」っていうんですけどね、えー、それはこちらの動画をまたご覧になっていただければなと思います、えー、それで自在がけで高さを調節してちょうどいい床の間のバランスのところに、えー、掛け軸っていう横物の掛け軸っていうのは飾っていただければなと思いますでこの 縦長の建物と横長の横物の間ちょうど間ぐらいのものをアンドンというふうに表記します、えー、なので、えー、だいたいね建物長物の7分7分ぐらい、えー、70%ぐらいの長さがまああやと思ってもらえたらいいかなと思います、まあ、よく服でもね七分丈とかあるじゃないですかあんなイメージで横物ほどじゃないけど建物よりもちょっと短いみたいなぐらいの寸法をアンドンと言いますだから えー、尺語安頓みたいな感じで言いますねなので縦幅による分類っていうのは建物と、えー、横物とあとあどんっていうのがあって、えー、例えば「尺号縦」とか「尺号横」とか「尺号安んどん」みたいな感じで、えー、最初に横幅の寸法の、えー、名称寸法が来てその下に、えー、建物なのか横物なのか安んどんなのかみたいな、えー、表記をするようにします。 尺八だったら尺八尺八横、尺八安頓っていうなな表記になりますただまあ「尺八縦の「縦は結構訳されてるので「尺八」って書かれてたらあこれ建物なんやなそれが標準やったから建物が標準やったからあえても「盾」って書かなくてもいいねみたいな感じでそういう風なルールでずっとこの業界はずっと昔から聞きとったんですよそうなんですよ、そういうルールなんですよそれはそれで覚えてそれはそういう風なもいやって覚えて。 はい、まあ、ざーっと言いましたけど、まあ、なんとなく分かったかなーっていうふうな感じですよね。えー、でもま、なんとなくじゃ分かり、今まだ、まだ、まだ、ほわっとしてるでしょ。まだ、ほわっとしてるでしょ。わかってるわかってるわかってる。うん、こんだけ言われてね。うん、わかったわかった。俺もしっかり頭なんかクリアに分かってるぜっていう人は多分おらへんと思うので。えー、実際ね、ちょっと一覧表の図を見ながらね、もう一回復習がてら見てみたら、おぼちゃんと理解できるかなと思います。えー、ちょっとこちらの図をご覧ください。 えとこれはね分かりますかね建物上4つが建物のサンプルの比較ですね長さの比較大きさの比較ですねで下が横物の,の、えー、比較なんですけども、えー、と,とりあえず、まあ、尺号を見てみましょうか尺号から一番スタンダードな寸法というのは尺号なのでそれを基準に見てみましょう、えー、尺号の上の方が縦ですね尺号縦ということでまあ、ちょうど作品の長さが、まあ、3百5寸か4百ぐらい5寸ぐらいの大きさで、えー 横幅が1尺5寸だよとで尺五横その下の尺五横っていうお雛さんのやつは、えー、とこれね横幅は同じ尺五サイズなんですけども一尺五寸なんですけども、えー、縦がねその一尺五寸よりかちょっと短いので、えー、横の方が長いねっていうことで横物っていうことで尺五横というふうな表記になります。だから尺五横って言ったらあこういうふうに竹短いもんやねんな横もんって言ったら竹短いやつやなって何となく覚えてもらったらいいですか 横幅は一緒なんでねあの尺五も尺五横も、えー、きその作品の寸法は一緒ですし、えー、その生地の取り幅取り,取りも一緒なので、えー、結局横幅前 切り箱に入れたら寸法横幅の寸法は一緒なので、えー、切り箱だけ見ると全くあのそれだけで大きさの違いがよくわからないというふうな、えー、状態になるんですよ。なので、えー、シールに、えー、建物なのか横物なのかっていうのをちゃんと表記しおかないと、えー、これ何やったっけな分からへんなみたいな感じになるっていうのがあるので、えー、縦横っていうのはこういうところで大事になってくるんですね。はい で、えー、その尺五よりもちょっと、えー、幅広いねっていうのが尺八になりますね。えー、これが、えー、一尺八寸まあ七寸ぐらいになるんですけど一尺八寸なのが、えー、こう山水の絵が描いてるのが、えー、尺八になります。ただ横の尺五と比べたらちょっと大きいですよね。若干大きいねと。まあこれを え見てもらったら大体い尺5を基準にちょっと大きいなっていうのを感じれたら、あのー、1人前ですあ尺八8サイズやねんなってこれが尺七7とか尺六6っていうことはほぼないので大体い尺8サイズやと思ってもらったらいいと思います。はい でこれは尺八の建物だよということで、えー、それの下側が尺八横ということで、えー、尺八の横幅の一尺八寸よりもこう縦の長さが短くなったら横門になるよということで、まあまあ、これもあの丈短くなる横門というのは丈短くなるというふうに覚えてもらったらなと思いますただ横幅は一緒ですね、えー、尺八の建物も、えー、尺八横物も横幅は同じ一尺七寸一尺七寸で生地を二寸五分二寸五分つけて二尺二寸が生地 寸法で、えー、軸先をつけたら2尺4寸になりますよ。108は2尺4寸になると、えー、これはもう覚えないといけないという、これは業界の中での起きたでございます。まあ、皆さんは別に覚えなくていいですけど、じゃあ言うなって話あるけど、ね、<laughs> まあまあまあ、えー、ごめん言いたくてしゃあないごめんごめん。<laughs> で、えー、次が尺八というよりか大きくなるよって言ったら体育っていうサイズでもうくぐってしまえばいいと思います、ね。体福もね、だから、あの限りなく尺八に近い大福もあれば、あの、めちゃくちゃクソバカでかい大福っていうのもあるといのでね、体福と一口に言っても色々あるんですけども、まあ、もうま全部体福でいいじゃん、もうでかい人でいいじゃんっていうことで、これを体福サイズと言います。 体鼓、えー、サイズの建物もあれば、えー、縦のサイズが横のサイズよりも短くなれば太鼓、えー、横というふうな形になりますまあ横っていったらもう大体もう寸法短い丈短いもんなんやって覚えてもらったら一番いいかなと思う分かりやすいかなと思いますただこれ縦のラインはねあの尺号と尺号横尺八と尺八横太鼓と太鼓横は、えー、巻いてしまえば横幅は一緒なので、えー、ちゃんと シールに、えー、建物なのか横物なのかっていう表記をしておかないと、えー、不親切だねということで分かりづらいねということなので、えー、我々は、まあ、これね今尺語だけになってますけども、あのー、もし横物の場合は尺語横っていうふうに表記するようにしてます。 尺八の場合は尺八縦か尺八横っていうふうに表記してます。これをしてないと我々が在庫を管理しづらいということなんですよ。<laughs> 我々の目線でもあのこれを表記してないとややこしいので、ちゃんと建物横物っていうふうに、えー、表記はするようにしております。はい、えー、いかがだったでしょうか。<laughs> まあまあ結構長なりましたね。<laughs> いや、そんな掛け軸の寸法であの引っ張るネタではないんですけどね。まあでも、 あ,あ,あえてね引っ張るネタではないからこそあの誰も説明してこなかったのでまあ、こんだけちょっとちゃんとあの一応丁寧に説明したらあ,のある程度は分かってもらえるかなと思います誰かがね誰かがいつかちゃんとしゃべっとかなあかんんですよこういうのはね、えー、掛け軸業界で誰も喋ってくれる人おらへんからねちゃんとこういうふうに喋る人がねちゃんとしゃべいつか喋っとアー,カーアーカイブに残しといたらね、えー、みんないつかあの知りたいなと思った時にこれピッて見たらねああそっかそっかそういうことかってもう一回ちゃんと復習になるでしょ。だからこれ記録に レコードとして、ね、残してかなあかんなと思って、えー、今回撮らせていただきました。あまあまあなんか忘れて何やったっけなと思い出し思った時はこれをもう一回見てもらえたらいいと思います。で今回の、えー、使ったレジュメね、えー、掛け軸のあの表とか。 えー、もしくはあの最後の一覧の図とかを、えー、PDF でまとめたのを概要欄の下のリンクからうちの会社のホームページにどれるんですけども、えー、そこに上げときましたので、えー、よかったらまあそれダウンロードしてあのもう一回整理があったやね復習があったら見てもらえたらなと思います、まあ、そんなに実はねそんな難しいことは言ってないんですよいっぱい喋ってますけどねあの中身そんなそんな大したこと言ってないのであのパッて見て資料見たらああなるほどなって多分頭で理解しようと思ったら理解できると思うので えー、掛け軸好きの人たちと掛け軸投稿する時のために、えー、しっかりと、えー、頭の中にインプットしてもららえたらなと思いますで、まあ、これを知っとけばねこの掛け軸の尺五、尺八の意味をなんとなく知っとけばねあの掛け軸買おうとする時に接客を受けるじゃないですか掛け軸のプロ、えー、販売人さんからこう入れるろされる時に「ああこれ尺五やねああこれ尺八やね」みたいな感じ「尺五、尺八」みたいなちょっと専門用語ポンポンって言うとあの向こうの人も「あこの人ちょっと知ってるな」っていう部分のあの接客する人もね思ってね。 てくれるから、えー、ちょうどイーブンな対等な関係で接客を受けていい掛け軸をちゃんとちゃんと説明してくれ案内してくれるというふ、えー、うな感じになるので覚えといた方がいいですよということなんですよ。はい はい。えー、いかがだったでしょうかえー、今回は掛け軸のサイズ、寸法について、えー、ご紹介させていただきました。大体いいね、これだけ覚えといたらね、まあ十分じゃないかなと思います。まあ、それ以外のこともね、細々ありますけども、まあまあ、ここさえ覚えといたら、まあ、普通の方はこれで大丈夫やと思いますので、えー、何かご質問がありましたら、また聞いて、ここコメント欄とかでもね、書いてもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。 はい。え、このチャンネルでは今回のように掛け軸やそに関わる様々な情報を発信しております。面白かったのためになったなと思われる方、ぜひチャンネル登録といいねとコメントよろしくお願いいたします。もうな、毎回言うとおうけどね <laughs>。毎回言うとおうけど、やってくれるとほんまにあの、面白いなってやる気になるんですよ。あの、なるべくね、コメントはあの、返すようにはしてますのでね。えー、なんか気軽に質問があれば、え、書いていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。ではまた 最後までご覧いただきありがとうございましたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします